こんにちは、とことんアルビです。サッカーアルビレックス新潟は昨日ホームでジュビロ磐田と対戦、ホーム開幕戦もあと一歩でした。サポーターはもちろん、選手そして監督も楽しみにしていた3ヶ月ぶりのホームでの試合。アルビレックス新潟は昨シーズン11位のジュビロ磐田と対戦しました。前節黒星スタートとなった両チーム、新潟は前回開幕戦でチーム初ゴールを決めたチョ・ヨンチョルが立ち上がりから積極的にサイドを駆け上がりチャンスを演出、チームに勢いを与えます。前半19分、再びサイドを上がったヨンチョルから今度は川原へ。ホーム復帰戦を楽しみにしていたという川原も2列目からゴールを狙い存在感を示します。後半37分、川原のフリーキックに大島、最後はヨンチョルが詰めますが、これは相手キーパーのファインセーブに阻まれます。続く前半42分、スペースに走り込んだ川原が強烈なミドルシュート、しっかり枠は捉えましたが惜しくも弾かれてしまいます。両者無得点で迎えた後半9分、ついに試合が動きます。川原のコーナーキックに再び大島、後ろに反らしたボールがゴールに突き刺さり、大島の第一子誕生を祝うゆりかごダンスでスタジアムは最高潮。しかし後半24分、新潟に思わぬアクシデントが。ここまで好セーブを続けてきたキーパー黒川が右まぶたを負傷し退場。プロ2年目の東口が黒川に代わりビッグスワンのゴールマウスに立ちます。冷静なプレーを心がけたという東口、リーグ戦初出場ながらジュビロの強力ツートップ、イグの前田をしっかり抑えます。しかし後半33分、コーナーキックからミッドフィルダー那須に決められ同点。勝ち点3を取れた試合だったと監督も悔やむ引き分け。新生アルビの初勝利はまたも次回へ持ち越しとなりました。では続いてバスケットボールです。3位の新潟は今週末ホームで2位の仙台と戦いました。新潟は外からの攻撃を完全に封じられて惜しくも2連敗です。それではとことんアルビ、また来週お会いします。